1いた州市は中華人民共和国山西省、北西部に位置する地球市。三国時代の武将、長領の出身地。石炭採掘が盛んで、巨大な露天掘り対抗複数を含む中国有数の規模の平作炭鉱が所在する。山西省の西北部に位置し、大道市、雪州市、内門ゴルジ地区に接する。元語川と海川が合流し、 クワから川となって、河北省方面へ流れている。年間降水量四百二十八ミリメートル、年平均気温摂氏六点四度。春秋時代以前、1日州は、北敵の活動範囲であり、戦国時代に、朝の藩とに入った。神代には、元門軍が設置され、元代に初めて馬遊剣、中領剣、劇用剣、印鑑剣、大道剣、拉致剣、老藩剣、 全無権の八県が設置され、元門軍に属した。古関末の戦乱期、ツイタ州では、農民の逃亡が相次ぎ、これらの県は人口規薄となり、名目的な存在となっている。新代になると、荒廃したツイタ州復興を目的に、サコレイ北からの移民を奨励した。これより、人口も増加、北儀が平城に県とすると、 追い州は、畿内となり区は官軍、茂には軍、馬遊軍の三軍が設置された。621年、東大は、馬遊軍を追い州と改められ、現在の地名が、辞書に登場することとなる。後進の936年、六年、追ち州は領に割上されると、純義軍節度となり、副系の一つである、西京道に属した。代、金、 現代を通じては、要件と称され、北総末は、昨安市府の地が、金、元美野では1日州の周知が設置された。民進大は1日州は大道府に属し、中華民国の成立まで添い重ねされた。1912年、修正の廃止に伴い1日州は1日県と、海省、岩門道に帰属したが、同性廃止に伴い翌年賛成省に移管された。 中華人民共和国が成立すると、当初はジャハル省の管轄とされたが、1952年に賛成省に移管された。1989年1月、1日県、平路県、山陰県を管轄する地球史としての1日州史が成立、1993年7月の元、北地区廃止に伴い、その管轄であった、王県、右玉県、 海人圏外監され現在に至る。西勝区一県究市三県を管轄下に置く。新北線区一日たち空港鉄道道路。ありがとうございます。